6月2日、西武の渡辺久信監督代行が、試合前練習中にグラウンドから姿を消した。開始30分ほどでベンチ裏へ。球場を訪れた評論家の橋本武宏氏は、あれ？監督は？とベンチ裏まで探しに行ったが、会えずじまいだった。球団 OB は、GM としての仕事は忙しくなるのではないか、とこう言う。打線は松井監督時からどん底。現在も12球団ワーストのチーム打率2割1分1厘です。渡辺代行は GM として補強プランを練っていたが、現場目線から見ることで補強ポイントはより明確になり、補強への思いも強くなったはず。就任会見で野球人生をかけると言った以上、負け続けるわけにもいきません。すでに、今季一軍に出場の DeNA 大田大志や、めっきり出番が減った中日ビシエドなどを狙っていると噂がありましたからね、とグラウンド外からも逆襲を伺っているようだ。渡辺監督代行の今後が楽しみやわ。ファンとしては、負けても納得できる試合になってきたのを実感してるわ。たった6試合だけど鍋球はよく頑張ってくれてると思う。補強面でも期待したいな。セリーグの看板投手相手に互角の戦いだったし、そんなに悲観することもないよな。シーズン中だから主力は取れないからな。これからが期待できる野手を獲得してもらいたいわ。投手出身の監督なんだしコーチはそのままだし、そんなすぐに打てるようにならないよな。補強も大事やけど、現有戦力の見極めができてるんかな。トレードするにしても問題は誰をトレード要因にするかよな。トリプル A から外国人引っ張ってくるのもありかと思う。来シーズンを見て若手を一軍で育てるべきや。トレードするなら若い選手を狙うべきやと思う。鍋球は渡辺優を7回まで投げさせたり、選手に自信と成長を促すために工夫をしてるな。借金返済は相当大変やけど、ゆっくり着実に返済していってほしいな。